はい、木の水三木です。今やってるのはですね、これは欅の一枚板の、まあ、テーブル用ですね。結構ね、動いてる木で、で、まあ、表裏ともね、結構こう、凹凸が、ある木だったんで、両面プレーナーで削るときに、真っ平らにしてしまうと、すごい薄くなってしまうので、ちょっと削り残しを、入れながら、あまり厚みを薄くしないように、プレーナーかけたんですけど、なので、こういう風にちょっとこう、素材の状態の削り残りがこうやって残ってるところが所々にあるんですね。で、それを、まあ縦埋めなんかをしながら、今、グラインダーでちょっと鳴らしています。まあ生活にあまり支障のあるようなところでないので、あとこれは、まあ実際にテーブルで使うとすれば、裏ですね、裏になるんですけど、今そんなことをやってます。まあこういう凹凸というかね、こうちょっとデコボコになったところもね、なかなか普通の鍵屋さんにあるようなね、テーブルとはやっぱりちょっと違う雰囲気になるので、そこはそこで、ちょっとこう面白いところかなと思いますね。今この角のところもこれも削り残しの部分なんですよね。そういうことをね、しながら、なるべく厚みを薄くしないようにね、削って、あとはこうちょっといろいろ手直しをしながら、使ってもらえるように今、いろいろやってますので、またこれは、パテ埋めが終わったらね、またオイルで仕上げるようになると思いますので、はい、今日はそんな、作業風景を、動画で撮ってみました。はい、ご視聴ありがとうございます。